サンタクルスでラパルマは、スペインカナリア諸島州サンタクルスでテネリフェ県のムニシピオ、カナリア諸島のラパルマ島東岸にある。面積は43.38平方キロメートルである。2013年の自治体人口は16,330人であり、うち約1万3000人が市街地に、残りがその他の集落に住んでいる。サンタクルスはラパルマ島の首都であり、 人口規模では、ロスラノスでありだねに次いで、ラパルマ島で2番目に大きい。サンタクルスは、ラパルマ島唯一の主要港であり、カナリア諸島内のテネリフェ島、グラン、カナリア島、ランサローテ島に対して、フェリーの定期便がある他に、スペイン本土のカディスに向かうフェリーも就航している。クルーズ船もサンタクルスに停泊する。1493年5月3日。 アロンソ・フェルナンデス・デルーゴによって死が設立された。当初はビリアデル・アプロンと呼ばれており、スペイン本土と新大陸を結ぶ航路上の港としての役割を果たした。ラ・パルマ島からは砂糖キビなどが輸出されている。たびたび海賊に略奪されたため、町が要塞化されて再建された。著名な要塞にはサンタ・カタリーナ城やビルヘン城などがある。 19世紀末には1万8000人の人口を有したが、経済危機によって1900年には1万1000人まで激減した。ありがとうございます。